皆さんこんにちは。八丈島でラーメン屋をしている店主の国見です。今日は酒蔵さんにお邪魔してます。坂下酒造の杜氏の範夫君にお話を伺いたいと思います。お願いします。はじめまして。坂下酒造の、木山範夫と申します。まぁ、ちょっといろいろ縁あって、ここで、酒造りを始めて、今年で4年目になります。そんなに経つんですね、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お願いします。範夫君は島人ですよね。そうですね。はい。生まれも育ちも、はい、八丈で。ですよね。はい。で、まぁ、高校まで、こっちで暮らして、18時に、東京に行って、何をされたんですか？ずっと飲食業してましたね。あ、そうなんですね。あ、はい、私それ知ってた、はい。で、ちょっとたまたま、八丈の、まあちょっと今亡くなっちゃった酒蔵なんですけど、うん、磯崎酒造っていうところでやりたい人いないかっていうことで探してて、まあずっとお酒に関わる仕事してたので、うんうんうん、今度ちょっと製造の方もちょっとしてみたいなと思って帰ってきて、でそこで最初は酒造りを、うんうん、まあしてたと。よく同じ中野号でよく知ってるんです。大先輩なんで。はい、飲食業っていうのはバーテンダーさん。そうですね。僕はまあ今今年2なんですけれども、30年前ぐらいっていうのは結構ちょっと東京バーブームだったので、うん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 、ちょっと仲間でこうちっちゃいお店をたくさん展開してやってた。すごい。何店舗もってこと？その時は一番多い時で6店舗ぐらいの。へー、すごい、酒好きですね。素晴らしい。どういう縁があって、ここの杜氏になったのかを。まあ、お酒は好きだし、まあ、酒造りにも興味があるし、うんうんうん、最初はもう、この仕事をするつもりでやってきたんだけども、ちょっといろいろあって、ちょっとできなくなってしまって、うん、で、一旦こういう仕事離れたんですよね。うん、で、まあ、やっぱり生活もあるし、うん、と私のちょっと同級生が見かねて、うちで働かないかっていうことで、まあ、その時は設備業をして、なんか10年ぐらい、まあ、やったんだけど、で、たまたま、まあ、ここが、まあ、前任の杜氏がなくなって、お酒は、まあ、在庫はたくさんあったので、それを販売して、経営はしてたんだけども、他の親族の方が。でも、やっぱり作りは一切してなかったから、まあ、もしチャンスがあるんだったら、やってみたいな、っていうのがあって、で、まあ、ちょっともうお互いで、そしたらやっぱり前任の杜氏が亡くなってからまあ5年とか6年ぐらい製造してなかったから、当然こういう設備とかもほとんどちょっと使えないような状態で、ちょっとこれはいかんなと思って、ちょっとその時は設備業してたので、そこの会社で働きながら、ここに1年ぐらい通って、設備とかを直しながら、それでやっとスタートできたって感じです。とにかく全てが古いので、もう建て増しでやった蔵なんですけども、うん、一応ここは、大正14年からスタートしてる蔵なので、すごいね、ちょっと今年でもう100年ぐらいになるんですけど、今ある機械とかももう古いものなので、うん、自分で直しながら。直しながら、ちょっとやってるって感じです。素晴らしいですね。すね、酒造りは、まあ前に一回やってたから、うん、そこはもう大丈夫だったっていうことですよね。でも、蔵が変わればまた変わるので、うんうん、だからもう機械とかも初めて使うものだし、うんうんうん、どういう風に使ってどういう風に使うっていうのは分からなかったから、1年目はもう失敗も結構ありましたけど、うん、まあ、今年4年目なので、うん、だいぶこう酒造りのやり方とかノウハウっていうのは蓄積してきたのかな、うん、結局作り手も変われば味も変わっちゃうし、うんうんうん、ここで作ってたお酒っていうのは僕が作ったから同じようにできるかっていうと同じようにはできないし、ついてくれる人もいるけど離れていくお客様もいらっしゃるし、それは何でもそうじゃないですか。うん、そうですね。何でもそうですね。だから、まあ、それは、うん、もっとかかるかもしれないぐらいのちょっと覚悟が、まあ、いますからね、うん。全国のこういう蔵元って基本的には世襲制でやってるので、部外者がやるっていうのは珍しいんですね。僕みたいなケースってのはすごい少ないみたいので、うん、取材とかは結構たくさん受けたんですよ。うん、あ、そうなんですね。そうそうそう。もうこれから多分、なくなっていく蔵元いっぱい出てくる。そうだよね。その、後継ぎさんがいないんだよね。まあ、別に僕は好きだからやってるけど、うん、まあ結構重労働なので、なかなかこう新しい方がやるっていうのは、うん、相当好きじゃないと、結構きつい、うん、はい。島酒っていうのは、要するにどんなお酒になるわけですかね。もともとは、八丈島って流刑の島じゃないですか。で、もともと酒造りってしてなかったところなんだけど、うん、鹿児島の貿易商、
炭素の省エネという方が流されて、その方が鹿児島から道具とか技術を持ち込んで作ったのが最初始まり、八丈に密貿易の罪に流されたで、さつまいもは土地が痩せてても作れるものだから、でさつまいもを使って作ったのが最初。へえ。この伊豆市の焼酎の特徴は、まあ、麦麹が特徴です、うん、麦だね、そうだね、麦。それは、やっぱ米が貴重だったっていうのもあって、うん、昔は泡とか火とか、うんうんうん、そういう雑穀で作ったから、はいはい、そういうのもあって、伊豆市の焼酎っていうのは米ではなくて、うん、麦麹っていうのが一般的。今、だに麦だよね。そうそうそう。一応ですね、今年産地保証つってですね、その地域が認めた、安心安全なもので作ってるっていう産地保証っていう、まあ、GI っていうんですけど、それをね、東京島酒っていうのを取ったんですよ。うん、へぇ、うん、で、そこで作ってるお酒を、要はまあ、国が認めたっていうか、うんうん、でも一応ルールがあって、うん、で麦麹を使った麦とか、うん、あと麦麹を使った芋とか、うんうん、あと麦麹を使った麦と、麦麹を使った芋のブレンド。ブレンド、うんうん、で、そういうのをまあ、認めたんですけども、はいはい。八丈で作ってる焼酎はみんなそこに入るってことですね。そうそう、入る。これがですね、ずっと、創業当時から黒塩さんですね。お酒、これは麦焼酎と芋焼酎のブレンドの焼酎なんですけども、もともと八丈の焼酎って芋焼酎がメインだったんですね、うん、だから麦麹を使ってさつまいもを入れたものがメインだったんだけど、うん、なかなか八丈ってこう土地も狭いし、うん、たくさんさつまいもができる環境じゃないから、うん、製造量も増えてきてさつまいもの原料が足りなくなる、うんうんうん。あとはその70年代ぐらいに大きな台風があった時に、うん、さつまいもが結構全滅、うん、もう壊滅的にダメになって、うんうん、生の芋が入らなくなったとかっていう経緯があって、そっから八丈の焼酎って麦焼酎が中心になったんですよ。うん、麦って保存も効くし、うん、内地から取り寄せたものを使う。うん、だから、たくさん製造もできるっていうので、うん、麦焼酎がメインになったんだけど、うん、やっぱり島酒って芋が、使ったものが島酒だよねっていうので、うんうんうん、芋焼酎も出てきて、うん、それでブレンドができてきた経緯なんですよ。ね、で、これは、一応、さつまいも入ってるんですけど、うん、前の当時は乾燥芋を使ってて、うん、仕込みの途中で乾燥芋を一回ふかし戻して、入れて仕込んでたんですよ、うんうん。でも、どうしてもちょっと独特な匂いとかついちゃうので、うん、昔黒塩って結構癖が強かったんです。うん、ずっとそういうふうに思ってる。その癖は、干し芋から来る癖なんです。コッパ臭って言って。今日は麦焼酎は麦焼酎で作り、うん、芋焼酎は芋焼酎で生の芋で作ったものを別々に保存して、ブレンドしたものが今これです。へぇー、うん。あとは、すごくちっちゃな蔵なので、うん、仕込み量も少ないので、うん、ほぼ手作業なんですよ、うん、作りも。だから、いろいろ試せるというか、はい、アレンジはできるかなっていう。なるほど、自分で思った通りにいろいろ、ね、はい、できるかなっていう感じはありますね。今は結構お酒を飲まない人たちも増えてきてて、うん、お酒飲まない結構加速してるんですけど、ね、僕はもうどっちかっていうと、少数派でもやっぱ好きな方に飲んでもらうっていうやり方を、黒塩さんはそうですね。しようかなと思って、まあ、やってて、一応そういう作り方というか、まあそうなるように、まあ工夫してはやってます。あとはそうですね、このジョナリー。ジョナリーだ、ジョナリーと八丈、はい、このジョナリーは前任の当時の奥さんがフィリピンの方 で、うん、で奥さんの名前を取って作ったもの。特徴としては一応こう色がついてるんですけど、樽に寝かしてで色付けして黒塩で薄めて、うん、で購入した。樽っていうのは何ですか？樽はね、菓子樽とか、あと、チェリーのね、中古樽とか。洋酒を作った樽に入れるから、洋酒が、そうですね、香りがつく。そうそうそう。基本はだから、ウイスキーと一緒。焼酎の場合は、必ず麹を使ったお酒じゃないと、焼酎って言っちゃいけないから、うんうんうん、麹を使ってるけど、はい、ウイスキーの場合は、麹は使わないし、麦芽で作るっていう感じなので、うん、その違いだ。この木八丈は、もともと磯崎酒造で作ってたお酒。焼酎の業界って受け売りって言ってですね、例えば僕が作った原酒を僕のブランドで売るのはあんまり売れないから、うん、国見さんに売ってもらった方が売れると。そういう場合に、その原酒を国見さんに売る。はいはい。で、国見さんは国見さんのお酒として世に出す、うん。はい。で、この時の売り買いっていうのは税金がかからない。ああ、はいはい。だから原酒の売り買いってね、結構一般的にいっぱいあるんですよ。ああ、そうなんだ。そうです。で、これは実は磯崎酒造で作った原酒なんです、うん、で焼酎作ってる原酒って、まあ、40度ぐらいなんですけど、うん、40度での桶売りは製造者って名乗っていいんですよ、うん、だからこれ坂下酒造って書いてある、はいはい、一応製造者坂下酒造なんですけど、今ここにあるこの20年越しの木八丈は、うん、
磯崎酒造で作ってるものがまだ在庫としてあるので、それを販売してる。なるほど。で、一応、僕もここに来てからは、ここでの坂下酒造での木八条っていうのは作ってます。はい、ただ、それをどういうタイミングで木八条として出すかっていうのはちょっとまだわからない。じゃあまだ第4には出てないんですね。うん、で、木八条も同じ作り方なんだけど、蔵も変われば味も変わるし、うんうん、だからそれはちょっと質を見て判断しようかなと思って。楽しみですね。はい、うん、あとは、1月の一日付でリキュール免許取得して、うん、ちょうど八条のフルーツレモンって1月2月ぐらいが一番完熟なので、はいはい、そのレモンを使ったリキュールをちょっと少量ですけど、うん、この間作って、八条だと山田屋さんと、あとは築地にある勝どき酒販さんと、その2社だけに卸した、うん。した、うん。なるほど。で、もうこの間販売したって言ったんで、はい、秋にはまたちょっと作ろうと思っているので、うん、レモン？レモンの、はい。で、僕はどっちかっていうと皮の香りをちょっともう特化したものを作りたいなと思ったので、うん、1月に免許を降りた時には本当は青いレモンで作りたかったんだけど、うん、その青いレモンもないから、なるほどね、そうかそうか、完熟のレモンで作った。なるほど。でも今度は秋口ぐらいの青いレモンで皮の香りをもっとこう強く出したやつは作りたいなと思ったので、それはまたでこれからちょっとそういう製品とかをいろいろ出したいなと思って、うん、焼酎ってことこだわらずに、うんうん、もう何でも、うん、何でもやれればなと思って、ね、ここが麦麹を作ってる場所なんですけど、今はもうちょっとシーズンオフなんで何もないんですけども、麦麹をこのドラムとこの三角棒で使って作ってるんですけれども、季節気温にもよるんですけど、40時間から42時間ぐらいかけて麹作りをしてます。麦をこれで洗って、で、これで蒸して、温度を冷ましたものに、麹菌というカビを種付けして、このドラムで、だいたい18時間から20時間ぐらい、蒸した麦に麹菌というのをうまく着氷させて、カビがしっかりその麦につく工程、まあ、20時間ぐらいかけて作ると。水分があって居心地がいいと広がっていかないんですよ、カビって。だから、表面もそうだし、中にしっかりカビの菌糸を食い込んでもらわないと、そのカビのポテンシャルってこの後の製造にものすごい影響するので、そのしっかり食い込みのいいカビを作るために、今度はこれ三角棚っていうのに一回出す。で、一回最初は、まあ、今ちょっとこれもうシーズンオフなんでバラしちゃってるんですけど、ここでお湯を沸かして、すごい湿度が高い空気をどんどんその麹菌を種付けした麦にどんどん送ってあげると、カビだからどん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 元気になってきますよね、うん、で、元気になったなっていうタイミングを見計らって水分を抜いて、今度は乾いた空気をどんどん送ってあげると、うん、表面が乾いてくるので、うん、そうすると蒸した麦の中心には水分が潤沢にあるから、うん、カビの菌糸がどん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 食い込んでくる、うん、で、そういうのを手作業でやって、まあ一応42時間ぐらいかけて作る。あとは焼酎の麹はこういう雑菌とかも普通に入っちゃうじゃないですか、うん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 、でもなんで焼酎って安全に醸造できるかっていうのは、麹が40時間から42時間ぐらいかけたうちのですね、後半3分の2ぐらい過ぎたあたりから温度をぐーっと下げてあげると、うん、焼酎麹っていうのはクエン酸をたくさん作ってくれるんですよ、クエン酸、うんうん、酸っぱいんですよ、焼酎麹ってものすごい、はいはい、で、出来上がった麹はもう酸度がものすごい高いんですよ。で、焼酎の酵母っていうのはその酸が強くても生きられる酵母だから、うん、すごい酸度が高いんだけど、そこで雑菌も強いっていうもろみができる。すごいね、なんか理にかなってる作り方してるんですよ。最初に作った人ってすごいねって思うよね。うん、で、例えばまあこれを一回麹を作って、麹が出来上がったものが、こういう仕込みタンクに入って、はい、そこに麦とか、さつまいもを詰めて、で作る。そうすると発酵してきますよね、うん、麦だとうちだと3週間ぐらい、うん、さつまいもは実は結構発酵の期間が短くて、さつまいもって結構食べて甘いじゃないですか、うんうんうん、だからすぐ酵母の餌にもなるから、仕込んだその日からもうどん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 発酵しちゃうから、発酵の期間結構短くなる。で、試験蒸留とかそのもろみの度数をちゃんと測って、うん、しっかりに蒸留して、で OK になったら蒸留機に移して、はい、で蒸留する。焼酎の蒸留法って2種類あって、蒸圧蒸留っていう蒸留法と、減圧蒸留っていう蒸留法があるんですけど、一応この蒸圧蒸留っていう蒸留法しかなくて、それも本当シンプルに単純な蒸留法で、この大気圧下だと、水の沸点100度ぐらいじゃないですか。アルコールは80度ぐらいで沸騰するから、アルコールが先に気化する。はい。で、気化したものを、この冷却タンクで一気に冷やして、で、減少取ってる。
それが上圧蒸留。はい。で、あともう一種類の減圧蒸留っていうのは、この蒸留器をポンプでどんどん空気を抜いていくんですよ。そうするとどんどん真空状態に近くなってくる、うんうん。真空になると水の沸点って30度ぐらいになっちゃうので、低い温度で沸騰するってことは、うん、温度によって香りの成分って違うんで、うんうん、低い温度で出る成分がたくさん取れる蒸留法。で、うちはもう高い温度で取れる香りの成分が多いお酒の蒸留法。その2種類。で、その取ったものを一回こういう池タンクに移して、そのままだと油とかがすごい強いので、それをきれいにすくい取って、で、管理をしたものをこういう貯蔵タンクに移動して、はい、貯蔵して、9ヶ月とか1年ぐらい置いたものを割り水をして、こういう製品になる。坂下酒造さんのお酒は居酒屋さんとか飲み屋さんに行けば大抵置いてますし、八丈島のスーパーと酒屋さん、例えば八丈と山田屋さんであるとか、はい、あとは当該の出荷も結構してるので今は、うんうんうん、築地にある勝ち時酒販さんとか五反田にある内藤商店さんとか、あと狛江にある籠屋秋元商店さんとか、中野にある町田屋さんとか、はい、焼酎だったらいろんな何でも手に入るようなところにもおろしてますので、素晴らしい、はい、じゃあいろんなと、ね、当該でもありますね。やっぱ体一つなので、うん、思いを伝えてくれる方にちょっとお預けして、はい、そうですね、やっぱ一般の消費者の方にこういうの作ってるよとかっていうのでやってもらうっていうのはやっぱりそれが一番ありがたいし、そうですね、そう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 、そこの推しで売ってくれるとね、だから嬉しいんで、でもそういう感じでやってます。はい。当該もたくさん販売していますけど、でもぜひ八丈島に来て、八丈島に来て買ってください。詳しくはホームページ貼っておくので見てチェックしてください。また見てね。バイバイ。バイバーイ。またよろしくお願いします。